蕎麦衆は江戸幕府の役職の一つ。ご蕎麦衆とも呼ばれた。蕎麦衆は将軍側近の住職である。役高は五千国で幕府の組織制度において老中の管轄支配下とされた。当初は将軍側近からの政務及び観察権の行使に関与していたことから老中以上の実権を振るう者も,も実在した。旗本が部任される役職では、留守。 大番頭と並び最高位の格式を誇った。三日に一度の宿直勤務があり、将軍の就寝中の当番を務めた。主に将軍の警護や、将軍が就寝中に老中などによって持ち込まれた政策などを取り継ぐ役割であった。また、奥向きの諸藩のことをはじめ故障、湘南土、奥石などの身体を支配した。将軍の信任を受けて、小川川用人や、 小川わ雇用取次ぎに取り立てられる場合があり、それ以外の平そば衆は、主として二千国から三千国級の家禄の上級旗元が番方系の役職を進んで最後に就任する役職であった。竜英部人の五そば衆の項目では、四大将軍、徳川家綱の時代の女王二年に、家綱が新城を大奥から中奥に移したのに伴い、久世広行、牧野近重、 内藤忠義、土屋数字家の4人が駐勤し、夜の交代宿直することを命じられたことが、始まりとされている。実態としては、三大将軍、徳川家光の時代の中根正盛が、小川として務めたことに始まったと言われる。呼び名についても当初は、一定せず、御座のまずめ、小川御方向、御近所の御方向、小川などの呼び名が使われ、 徳川綱吉の代になって、御祖ば衆が定着した。就任時に、御祖ば衆と明記されたのは、漢文2年2月22日の森川十名が所見と見られる。徳川家光が、寛永12年10月から12月頃に、中根正盛を小川に任じて、幕閣との取り継ぎ役とし、正規の観察機構とは別に観察権限を与えて、 爆反性社会全般の動向を把握させ、また、政森を表情書へ出座させることにより、幕府行政をも観察させ、家光への情報チャンネルとした。蕎麦州が行う観察機能は、久野山や日光山の巡視、御家人の宅地査察、京、大阪、堺の巡察、表情書出座などがあった。幕府行政のトップが協議される表情書への出座職務は、 正盛以後の蕎麦衆にも引き継がれたが、徳川綱吉の代になる牧野の有沙だが、蕎麦衆から、側用人になって以後、蕎麦衆としての駅務から外され、側用人が将軍の情報取り次ぎになり変わることで、蕎麦衆の政治力は低下した。諸国の観察機能についても、蕎麦衆配下の国目付が、時効のように担当を引き継いでいったが、綱吉の時代に消失した。そば衆のうち、 諸国観察を任とする配下の国目付を、より気としていた者の,の引き継ぎ状況。これらの国目付の引き継ぎは、天南元年12月に、牧野成里が、川用人に就任した後の天南2年4月10日に、国目付が50人組へ昇進したことにより、国目付の観察機能と共に消滅した。川用人に、権威、権力、情報が集まった代わりに、蕎麦衆は、 強い政治力を持たなくなった。この後も蕎麦衆から側用人、小川雇用取次などの昇進ルートがあるほか、平らの蕎麦衆は御家人の出世ルートの最後を飾る極寒となった。ありがとうございます。